株式会社、ジンズホールディングス、代表取締役 CEO、田中仁財団代表理事、田中様は1988年に JIN、現在のジンズホールディングスを設立され、2001年、アイウェア事業、ジンズを開始、2013年、東京証券取引所第1部に上場、2014年、 群馬県の地域活性化支援のため田中人次財団を設立企業化支援プロジェクト群馬イノベーションアワード群馬イノベーションスクールを開始されました現在は前橋市中心街の活性化にも携わっておられますそれでは田中様どうぞよろしくお願い申し上げます、えー、皆さん本日はよろしくお願いします、えー、小泉さん非常にこうエネルギッシュな えー、あの講演でで、えー、素晴らしかったです、えー、今日はですね先ほど、まあ、三地さんが「えー、皆さん、えー、どんな役割を果たしますか?」というふうにくしくも言われましたけども私はあの起業家なんで、えー、起業家の役割っていうものをですね、まあ、自分自身、えー、こう少しずつこう全うしていきたいなというふうに考えていますでまあ起業家はやっぱりゼロから一を作るのが得意なんですね でこのゼロから一をじゃあどうやって作ろうかということなんですけどもそもそも私はですね地域だとか社会に貢献する気なんて全く考えてませんでしたでたまたま2011年にですねこのアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーっていうのがありまして日本代表でモナコに行ったんですねでモナコに行った時に欧米の起業家の方のその地域だとか社会 に個人ででで貢献すするる姿に感激ををしてですねじゃあ自分自分身何ができるんだろううとということを考えました。でその時にまあ自分自身ができることなんだろうなと思っていたらですねたまたま岡山で石川さんが「岡山アワード」っていうのをやっていたんですねで私誘われて見学に行きましたああ素晴らしいなとさまざまな岡山のあらゆる業種の方をまあ表彰される まあそういうイベントを見てじゃ自分はどうなんだろうって考えたときに、えー、自分は起業家にえ特化をしてですね、えー、起業家がどん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 生まれる町、えー、そういう群馬県になったら群馬県もっともっと元気になるんじゃないかというふうに考えたんですやはり古今東西、えー、起業家が生まれる時代、えー、地域っていうのは元気があるわけです。なのでで群馬県当時ですね 先ほどの茨城もありましたけども群馬県も魅力度ランキング、まあ、今いろいろ騒がしてますけども、えー、最下位がずっと続いていたということでまず起業家を表彰しようとプラスですねそれだけでは片手落ちなので起業家に起業とはどういうものかっていうものを教えようと要は伝えようということで寺子屋的にですね 早稲田のビジネススクールの先生に毎月前橋に来てもらって、まあ、無料でビジネススクールを開講しているということをやってきましたでそうこうしているうちにですね前橋に入る機会が増えたわけですで前橋を見てみると前橋は非常にこう当時特にシャッター商店街ですねそのシャッター商店街が 社会の教科書にシャッター商店街の代表例として写真が載るくらいですねさびれていたんです私このいろいろ群馬イノベーションスクールアワードを始めた頃2014年頃なんですけども一番栄えていたアーケードの通りがですね日曜日の午後一番ですね車で100キロ出して走っても 人を引かないだろうというぐらいの自信を持つぐらいの人気の無さなんですよでこの町を、えー、もうダメだろうなとで前橋は、えー、路線価も全国の県庁所在地の中で最下位でもう隣は高崎市新幹線のある高崎市があって、えー、まあもう開発も待って。 全く入らないし街は元気がないしもうアウトだろうと思っていたんですでそんな時にアーツ前橋というですね、えー、現代美術の支援、えー、の美術館がオープンした時に、えー、地域の若者であったんですねで若い人たちが自分たちの住んでいる街を何とかしたいということで一生懸命活動しているわけですでもその活動は非常にこう小さくてあもっとこうしたらいいのになとかいろんなことを私は思っていたんですが でもこのは無理だろうううといいうふうに思っていましただから私はこの群馬イノベーションアワードとスクールをやればもう結構かなりこれもエネルギーがかかったので、えー、もう十分かなと思っていたんですがこの創業300年続いたですねこの白岩旅館というのが前橋の中心街にあるんです。で左が木造これはあの、まあ、昔の、えー、昔のこの白岩の旅館なんですけども。 それが昭和50年代にですねこの白岩ホテルという形で右側にあるような何の変哲もないここが2008年にやっぱりこう前橋の衰退それからどんどんこうドーナツ化現象で中心部には人がいなくなって郊外にどんどんまあのショッピングモールや住宅が移りました。 それに伴ってて廃業してですねでこれがマンションにどうもなりそうだということで地域の若い人たちが田中さんこれマンションになったら前橋の中心商店街はまたつまらなくなるとだからなんとかこのホテルを買ってくれないかというような話があったんです。で私まあホテルじゃないのでまあちょっとね難しいよと。 言っていたんですけども、3人から言われるとですね。断れなくなってでまあ、ちょっとかっこつけちゃったんですね。で、これま当時安かったからつい買ってしまったんです。で買ってしまったんですけど、本自分やる気ないわけですよ。メガネ屋がホテル屋になれないですよね。なので、えー、ホテルのコンサル会社とかですね。運営会社に実は前橋の中心街にこういうホテルを買いましたと。 で場所もあるとぜひやってもら,えなかえもらえないかっていうことで運営会社コンサル会社に相談しに行ったら「田中さん何言ってるんですか?」と「前橋に人が行くんですかと?ま」と「ホテルっていうのはく人が行くところにニーズがあって初めて成り立つもんですよ」と「前橋人なんか行かないんじゃないんですかと?」とプラスホテルは街と共にあると。 前橋ってどんんなな町なんですか私には全くく印象が薄くててわからないって言うんですねで私もそうなんですよ。私もしばらく同居出てて前橋帰るわけですけど都内の友達に聞いてもですね前橋って一体どこにあるかわからないんですね。で全く印象がないんです。でこれはやばいなととんでもないことを手をつけてしまったと。で市長が えー、そこの購入した2ヶ月後くらいにです、ねえー、東京の私の事務所に訪ねてきてくれてでその時に市長に「市長実はこういうこれこれこうホテルをこれから何とかしなきゃいけないとそれには前橋という街がどういう街なのかとどういうビジョンがあるのかということを知らなければできないですよね市長前橋の街づくりのビジョンはどうなんですか?」って言ったら「そんなものはねえよ」って言うんですよ <laughs> そんなものはないと いやもちろん教育だとか福祉だとかそういったことはありますただ中心商店街も含めた前橋の街がどんな街みんな住んでいる人がどんな街になったらいいかっていうそういう共通のビジョンっていうのがないっていうんですねないならもうこれはもうしょうがない一緒にやるしかないということでビジョンを一緒に作りませんかっていうことでですね、えー、当時私財団作ったものですから 前橋と一緒にビジョン作りから入りましたでまあどんなふうにビジョン作ったかというとですね前橋の街のビジョンを作るときに日本の例えば、えーまあ、電波含めた代理店あるいは、えー、なんとか総研ってありますけどそういったところに依頼すると多分前橋という街のこう印象がもう先入観があるわけですよね。で先入観といろんなデータを持って 多分ビジョン作ると思うんですけどもそれ多分面白くないなとで前橋は他と違う価値他とは違う個性をやっぱり出していく必要があるということでですねビジョンを作るためにドイツのミュンヘンの KMS というコンサルタント会社がですね独立系で一番大きいんですけどもそこは普段ポルシェとかアウディとかですねアディダスとかやってるわけですけどそこに声をかけて。 前橋に来てもらったんですそれで前橋に来て彼らが1週間ぐらいこう泊まり込んでですね前橋のステークホルダーそれからあとは市民の方約3000人ぐらいのアンケートを持って分析しましたでこの分析したものがですね英語だったんですねで英語だったんで これは日本語にしなきゃいけないということで前橋出身のコピーライターのほぼ日の糸井重里さんに依頼したわけです。で彼がそのビジョンを日本語に訳したものをですねこの前橋でビジョン発表会ということで2016年8月3日やったわけなんですけどこの時のこのポスターがですね上るかか沈むかなんですで。前橋の支障って輪っかなんですよ。 この輪なんです、ええあのー、本当に白い中にまん丸を描いてこれが前橋の師匠なんですね。でこの前橋市がもう上るか沈むかということでどっちなんだということでこのビジョン発表ーー会やったところ前橋市民の方がですね5,000人近く集まって、えー、このグリーンドームというところでやったわけなんですけども、えー、そこで伊藤、えー、さんこの右今でも現職の山本市長なんですけども。 くというです、ねえー、ビジョンが生まれまれた。で、この芽吹くというビジョンが生まれたことによってこの前橋の街づくりあるいはホテルの、えー、方向性も決まってそれからいろんなものが動き始めたっていう状況なんですね。でこれが糸井さんの書いた、えー、ビジョンなんですけどもこの左の芽吹くの右側にボディーコピーありますけど非常にやっぱ感動的なんですね。 で要はこのどういうことかというと前橋の大地には市民という要は種がいっぱい眠っているとこの種がこう芽吹くようなそういう町になろうよとそのためには一人一人が太陽にもなるし水にもなるし風にもなるしそういう共助の町を作っていこうよっていうそういうビジョンなんですね。 で非常に何か現代的なこのビジョンだと思います。でこれができてですね、えー、いろんなこう活動が生まれたわけなんですけど一つ象徴的なのがこの「太陽の会」なんです。でこの「太陽の会は」はその「太陽のように無償のエネルギーを注ごうよ」ということで前橋市に本社を置く企業が集まってですね純利益の1%あるいは 最低100万円これを見返りを求めない投資をしていこうということで24社が集まりまりしたでこの24社が自分たちはこれから前橋のためにエネルギーを注ぎますよということでいくつかのプロジェクトを進めていったわけなんですけどもまたこれも後ほどお伝えします。で一つ目、まあ、あの今「太陽の会」の一つ目の、えー、プロジェクトなんですけど こののの太陽っっていうのが眠っていいうが眠たんですねこれはあの大阪の「太陽の塔」の前年に作られた鐘なんですけどもこれ日通さんが伊豆の施設でえ岡本太郎さんに頼んで作ったものなんですがえ要はそのもう閉園してですねその施設がもう閉まってしまってえそしてずっとこう眠っていたものをですね新たに蘇らそうということでこれ岡本太郎記念館の「 えー、平野さんという館長さんの協力も得てですねこれを前橋に移設しましたでこれを前橋に移設したのはもちろん岡本太郎さんっていうのアーティストも素晴らしいんですけど彼の,その精神ですよねこの精神要は地域って非常にみんなおとなしいというかですね固定化された社会なんですよほとんどがこの昔からの名家えー ですね、けど要はあの歴史的に要は成功された家のです、ね、子孫が脈々と商工会議所を中心としてです、ね、要はヒエラルキーができてるんですでこのヒエラルキーにほとんどが忖度をしてそして若い人が自分自身をこうチャレンジする環境というのはなかなかないんですよでこういったものをやはり気にせずぶち壊すもう爆発すると いう,ようなですね岡本太郎的な精神をやっぱり前橋へ必要なんじゃないかということでこれを第一ご案件として持ってきましたまあいろいろこうプロジェクトはあるんですけどもこれなんかもですね、えー、この前橋のビジョンに共感をしたこの右上の沢井大作君っていう子はですね彼東京なんです東京の飲食店の総料理長をしていたんですけども前橋のビジョンに、えー、要は そうういいいったたでで自分も住みたいということこ学芸大学の駅前からですねのマンションを売って家族で前橋に移住して飲食店を始めたんですけどすごい毎日これ行列,行列ですそういうところですねこういったあのこれも仲又という和菓子屋さんなんですけどこのオーナーもやはり前橋のビジョン が生まれたことで、えー、いろいろチャレンジしたいということでここで前橋発のですね和菓子を作ったら今では新宿伊勢丹の地下で常設になったという本当前橋発の成功事例なんです。まあこういったいろいろ通販もそうですけれどもいくつかこうあるわけです。でこの白ロイホテルこれが約六年半の時間をかけてですね新しく生まれ変わったわけですけれども。 何のこう何ですかね6年半かけたっていうのはまあ前橋のビジョンが生まれてなかったから方向性が決まらなかったっていうこともあるんですけどもさまざまなですねたくさんの人の善意が集まって非常にこう少し珍しいホテルになったんですえ例えば世界的なプロダクトデザイナージャスパー・モリソンさんという方がいるんですが私はこのホテルで彼の部屋をぜひ見たいなと思って。 えー、お願いしましまで彼はここの前橋当時本当に、えー、人が人っ子一人歩かないような町に来てですねそこでホテルをやるというその案に「田中お前大丈夫かと?」と「正気か?」と言ってですね「いや本当にやるんです」と言ったら彼は「分かった」と「仕事では受けないけどボランティアでやる」と言ってボランティアで作ってくれたんです。 多分お金払ったらすごい金額なんです。で、さらにイタリアにミケーレデルッキという。これもデザイン界の巨匠ですけども建築家ですけど、彼の部屋も見たいと思って彼にお願いしたらですね。彼はやっぱり見に来てくれたんです。で、田中お前大丈夫かと。いう状況なんです。いや大丈夫かどうかわかんない。多分厳しいだけどやるんだって言ったんです。 よし分かったとお金の心配はするなんてこれただですでそんなことをしているうちに今度はあのレアンドロ・エルリッヒというあの非常に有名なアーティストがいるんですけど彼が、えー、東京で森美術館で個展をやってるということで東京を切ったんですねでこのホテルのプロジェクトのメンバーが彼と友人だったので日本橋の寿司屋で食事をした時に 今ホテルをやってるって話をしたら建築家は誰だとで藤本壮介だって言ったらですね俺はあいつのファンだと今週日曜日見れるかということで建築途中のこのこホテルに来たんですでずっと見上げてですね彼頼んでないのにもう自ら提案してですねこれをぜひやろうっていうことで、えー、やったんですけどもそれが非常に今でもあのー。 注目されてますけどやはり同じようにですね部屋のデザインしたんですけどそれもただだということでただただただということで、えー、非常に面白いホテルができました結果ですね、あのー、このホテルはイギリスのナショナルジオグラフィックが世界で特別な体験ができるホテルっていうのを39軒選んだんですけどもそこに日本で唯一入ったんです。で あとはドバイで、えー、世界の4,500軒の中から、えー、ホテルをいろいろ表彰したんですけどやはり日本から唯一入りアメリカでも、えー、2020, 2020年だから21年にオープンしたホテルの世界のベストホ,、えー、ホテルということで24軒の中入ったんです。 でもそんな全然つもりないんですけど皆さんの善意が集まってですね、非常に、えー、なんか特徴的なホテルができたなと思っています。で徐々にこう前橋が変わり始めてでさまざまな、えー、こうブルーボトルさんもですね、それまで東京、横浜、京都、神戸しかなかったのに前橋に出てくれると。 いうことで地方発で出店してくれたりですねだんだんこうクリエイティブな街に今変わりつつあるんですねパン屋ができたりでこれが今度5月にオープンするんですけどここは前橋ガレリアっていう今名称をつけていますもともとは本当中心商店街に前橋が400つ持っていたんですよなぜ持っていたかというと長崎屋があったんですが彼らが撤退をしてあのー。 空き地になっていたんですけどもそれを前橋市の市長があの場所はアンタッチャブルだとでんでアンタッチャブルかというと要はキャバクラ街なんですねで呼び込みがすごく多くてちょっと怖い場所なんですよそれで自分たたちちは手がつかかないからっっってでで売っちゃったんですそしたらダイオハウスさんが本当に郊外にあるようなアパートをこう作る予定だったんですけどそれができるとまたちょっと街が雰囲気変わっちゃうから。 これは、ねあのー、もう買い戻させてくれとで前橋市議会で議会で通ってですよ公募でで台場がもうそれを開発するっていうのをですね前橋市と台場ハウス両方に交渉をして買い戻してそして新しく開発するんですそしたらこのクリエイティブがいいっていうことで東京からあのギャラリーがですね5軒ぐらいここに出てくれ そしして5月にオープンします上もレジデンスもですね前橋市で坪330万ぐらいの単価なんですけどもうほぼ売り切れてますなのでやっぱりこうクリエイティブな物件を作るとやっぱりいろんな方が興味を持ってくれるんだなっていうのを感じました今日もですね前半ありましたけどその価値を作るっていうことがやっぱり重要なんだなっていうふうに感じたプロジェクトです でまあ、そんな形でこれも隣にできるまた新しい、えー、プロジェクトなんですけどもたくさん今やっています今やってるんですけどもやっぱりあのーえーあのー、このですね、えー、前橋の指導あるんですホテルの裏に200メートルの前橋指導があるんですけどここをですね要はデザインの力で変えたいと。だけど前橋は デザインにお金を使って道を変えてくれないんですねなのでさっきの太陽の回で3億円出してこの200メーターを元々もと赤レンガの街だった前橋の赤レンガを使ってですね歩道も車道もそして用水路も全部デザインされたものに変えてですねそれを前橋に寄付するっていうようなことを今始めていますまあ、そんな形でですねいろいろ動いてるわけなんですけども ま、前橋中心商店街約倉敷のえ美観地区と同じくらいの面積なんですけど、ここをですね。新しい群馬版、前橋版え、美観地区にしていきたいなと思って。今いろいろこう点を打っています。まあ,あの今日は全てを話しきれないんですけども、こんな形でですね前橋を変えていこうということをまあ起業。家の一人として。 地域の起業家、あるいは行政、巻き込んで,です、ね、今やっているというような状況です。あとこのデジタル田園都市国家構想も、ですね木々、まあ、中央さんもそうですけど、前橋は今、かなり進んでいまして、デジタル庁からいろいろ期待されたという、そんなような状況です以上になります。